ハイヤーハイヤーハイヤーで今朝出したフレアへ、どこの港に様入れたよ。牛ぶっかサンドイキャスタンド裸鍋かばうっても酒盛りゃしてこい、踊りゃ温度でと勝ち渡り、おいしさ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 、ちょっとこのままスピード上げると熱がやばいかもしれないちょっとゆっくりいこう。ハイヤー船は出て行く、追っかけて走るへ、茶の娘がさま出て招くへ、おい苦しむが大きいけれやそこでいいよ誰かな打っても死んどかしらおか、これで踊りよ踊り踊りよ、いっさおいっささはっないさ、はいよ船ははいよはどこでもやるがいうってよ、うしぶかはいやさまもっとはいよ、よこせば金だい、金の名前やが職所のもとだい、職所金なら色なし金、合わせ合わせ合わせ寄せ寄せ寄せ、おされば登らぬ牛ぶかせとじゃが、キュイちゃんおかえり牛ぶかせとじゃが、ほいちゃん燃えさらイスタンブル飲んで飛んで飛んで飛んでエヴァに飛んでよ、みんな一緒に踊ろうよベギーで、君は見てきたあの山飛んで燃えてく、あの三田の街を見てきた通りが泣きながら雲落ちてくドヘ君に、頭の上にできたよピラミッド、運でできたよピラミッド、宝じゃよ宝じゃよ、商売繁盛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 、ハワイニャンニャンニャンどうしたらお釣りはいらねえさ、ウジベカさんのイキャさんの裸鍋かまうっても酒盛りゃしてこい、踊りゃ温度せと勝ち渡り、おーよいさよいさはーよいさよいさ、カードがないと歌えないかもしれないんで適当に作ります、でも今日は全部作ります。新曲じゃあ歌わせていただきます港という方々さあどんな歌になるんでしょうか聞こえるこの父親と
キングタイム。そしたらこれ、まあ、皆さんね、もう目つぶったら情景が出てくるね。あ、もう出てきた、ほら来た。3年前に見たあの港、カモメが俺見て微笑んだ。あの山越えてどこの国、死んでったじいちゃん笑ってる。なぜ出るこの涙の村は、皆さんいらっしゃいましょうです。それでも歌うのが音楽し、私の詩を皆さんに届けましょう。白波立つあの黒い海、いつか見てた動物が、キツネが出てきて、こんにちは、今でも君は生きている。あ、今君が忘れたものを今僕は歌ってる。あ、終わった。これで一緒じゃん。うん、まで燃えてるあの炎、お寺のお嬢さんが燃やしてる。白樺林で見つけたの、あなたのための爪楊枝。鳥が飛んでる、どこから来たのか、あなたは何人なのか。木を切り倒し椅子を作る。あんたどこでこんな優しさを、あなたは知ったのですか。私は蛇使いの人よ、あなたを星へ運ぶよ。いつも見ていたあのばあちゃん、どこから来たよと聞いたよね。涙は枯れて今この時、今足で立つよ。地面はどこよ、空と太陽はどこよ、あの宇宙はどこにある。今この時を僕たちが開いた、あ、この街で生きる。忘れがたき日のかけがえのない、あの歌を歌おう。亡くなったあの人も、そんなことを気にせず踊りましょう。あなたの名前は消えてった、あの太陽が僕を知らせる道しるべになるのです。私は地図はいらない、船はいらない、一人で楽しく泳ぐ。僕は鳥になって、鳥の目になって、海を下を見ているよ。
まま私は離さないよ。生きてるから。おい。まあこのまま56番まであるんですけど。これなんかそういうのでなんか泣いてんじゃないですよ。もう入ってきちゃうともう来ちゃってるからもう分かります。死んだ人がここで私のために集まってると思って死んだ人が今出てきたと思ったら泣くでしょ全員。だからそれと同じ状態らしいんですよ。もう俺も分かんないですさあ暑いかな一回出るみんなどう大丈夫まだもうやばかったらやばいって言ってあげてそしたら一回出るからどうかな、あっちゅうパチ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 いただきましたあのちょっと今日あの無料じゃなくて投げ銭制度なんで皆さん帰らないでもらってスマホ見ていたこの今日はと見ていたよ。まあやっぱちょっと見えたもう危ない危ない。もう俺砂浜歩いててなんかもう釣った魚もう2、3匹後ろに持ってこんなになってたもん今危ない競泳みたいな。もうねそいつらのなんかお茶の飲み方とかさもうなんかもうそれがイスタンブールだったの。俺がもう歩いてたらもう歩き方でおいちょみたいな。だからもうトゥルクって言われてトルクジンっていやカルプトゥルク心だ心トルコ心トルコみたいななんかやばいじゃん。もうなんか全然外人がさヤバンジって言うんだよ外人のことを。へーあんまベンじゃベンって言うんだっけあやはベンヤバンジカルプトゥルクあんまカルプトゥルクあんまってバッって言うんだあんまカルプトゥルク息ビンセネ2000年前神殿風ウジャポンベイビーもう意味わかんない。もう死んじゃん。これ歩きだからさ。いや私は野蛮人ですが心トルコ人2000年前風ベイビーベイビーって言っちゃったそしたらもうやばいことになっちゃってちょっともう怖いみたいな感じでみんなも呼んじゃってでまたみんなもう お茶の親父がもうみんなじゃあ行くかみたいな感じでじゃあもう俺がもうまたもう全部2本円渡してた俺1万円をもう1万円しか使えないからここ1万円渡してもう普通チャリやって25円だからいっぱいだからねもうわけわかんないことになっててしかもやっぱり最終的に1万円が戻ってくるのよ。だから気持ちのお金で別に払ってもいいんだけど結局戻ってくるのその俺らはドスタにはもらえないからってだからもう俺の多分毎日はそういう生活なんだけどさすがに俺日本人でそれやってんだけどいつもねさすがにちょっと難しいじゃん。まあ熊本それできるんだけども太陽いい顔してるよねじゃあ歌詞覚えてるやつやろうかなそちらどうですか聞こえてますか聞こえてるこれ いつもの細い通い道が鮮やかに輝いて看板の猫の絵見つけたと隣の君が笑ってるカレー屋のドア開けて時給
チンカレーを二つ、春の風の匂いがシャツにまだ残ってる。持ち曲だと泣かないでしょ。で持ち曲ってそこそういうことだよ。で出てきた瞬間は相手死者が出てくるから泣くよ一回。これも出てきた瞬間は泣いてるんで。それでそれを繰り返し歌うとみんなが多分通常の周波数で聴けるでしょ。あのまま一緒に言ってたらもうみんな全員裸なんておかしなことになる。いつもの細い通い道。鮮やかに輝いて看板の猫の絵見つけたと隣の君が笑ってる。カレー屋のドア開けてチキンカレーを二つ、春の風の匂いはシャツにまだ残ってる、シャツにまだ残ってる、シャツにまだ残ってる。このゴルフに乗って行こう、阿佐ヶ谷駅の並木道、忘れられないあの風を僕は遠くで感じて、君がくれた喉飴なめて、あの日のキスを思い出す。二人で決めたあの時間を、いつか一緒に笑いたい。このゴルフに乗って行こう、阿佐ヶ谷駅の並木道、忘れられないあの場所で僕は遠くで感じて、君がくれた喉飴舐めて
あの日のキスを思い出す。二人で決めたあの時間をいつか一緒に笑いましょう。ちょっとお水俺セッティングもらえますかね。お水でいいんですよ本当に。先生ありがとうございます。ちょっとみんなももう汗はかくって決まったよね。決まったけどちょっとあの脱水症状になるとまずいから、ちょっと脱水前みたいな人いる？大丈夫？大丈夫か。まあ途中で全然止まるからね。俺大きな音じゃないし。その時ゆっくりバージョンでいきます。今日はゆっくりソングで。
ちょっとやっぱり気が散るから今日で一応ね、もう気持ちはなんかね、もう全然いい全然、もう一回それでやるだけだ。もうやばいってこっち行こうよかね、こっちでやばいって今は風飛んだよ、でもねどこを突き回ってんの、目の青い坊やどこを突き回ってんの、愛しの16の霞の山裾で歩いた6つのハイウェイ歩きくたびれた七つ森に迷い込んだ目の前には沈黙の海さ三千里歩き墓場の本よ今も強く激しく続く土砂降りの雨が真っ逆さまに目に映るものは波目の青い坊や目に映るものは何愛しの子願望を囲む狼の群れが無人のハイウェイ宝石みたいだ血が垂れる森の樹木が男たちの手には血まみれのハンマー一緒取れの足場は真っ白で呂律回らぬ語り部たちが銃と剣持って暴れる子供たち今も激しく続く土砂降りの雨がまさかさまに暑いもんね確か行っていいよ今歩いてみるじゃん行っちゃうそれは恥ずかしいいつは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 まあ、暇な時っていうか鬱の時なんだけど、自分でなんかこう作れないって時、まあそういう時は鬱の時は分かんないのね。どこに川が流れてるか全然分かんないから、まあ、川はあるのよ。川流れてて見つけたらもう100枚ぐらい書くんだけど、で出なさい出なさい、もう暑かったら大変だから、そうそう、一回ベイビーたち気づけ、そこで行ったらもういいよ、もうそういうなんかこういうアリーナっぽい感じで飽きたり1時間やるから8時までやるよ。でももう休憩みんな自由にやってね。すいません、普通に今歌詞見ました。一応オンラインにアップされてる曲だったらあるね、あの自分の曲あったね、歌詞。会えない日々を忘れられるのなら夜入れた夜が手に甘く感じるだろうに通いの喫茶店で隣の声聞きながら思い出
だけが癒してくれるその時を。笑った頬の動きを真似しながら、休みの日の午後ただ過ごしてた。君のこと考えてた、君の歌歌ってた、君と踊り明かしたあの夜の川辺。会えない日々を忘れられるのなら、夜入れた夜が甘く感じるだろうに、通いの喫茶店で隣の声聞きながら、思い出だけは癒してくれるその時を。笑った頬の動きを真似しながら、休みの日の午後ただ過ごしてた。君のこと考えてた、君の歌歌ってた、君と踊り明かしたあの夜の川辺。明かしたあの夜の川辺。はい、休みの日出てくるね。汗で目がしびるの久々じゃない。社長、月曜日には二人とも別のどこか、たまに会っても別のまま、音は消え足は消え、君は言え僕は道の上つゆ見え。じゃあどうしようかなって考えてもないよ。間違いなんて何もないとちゃんと分かることができた。うん、アンドゥ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 アアロププルプドゥプル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 
明日目が覚め僕は向こうから聞こえるあの声聞いてある日そして僕は佇む君と一緒に歩いて車の中には二人の会話が粒子状のまま漂う終わりのない夜の真ん中でポツンと座って待ってる耳には突然ラジオが届いて二人でびっくりするのも笑って三年寝たろ松崎松はどっちかって記憶が続く走る小動物の姿を見る目が放つその光の先には結婚と車にもくもくとタバコの煙が散りばむむえっとディティタストンがいっていけタプタプYeah, let it be it 明日目が覚め僕は向こうから聞こえるあの声聞いて歩きそして僕は佇む君と一緒に歩いてく君と歩いてくパラティテルテレトンテル君と歩いてくあの昼に運んティンバーブーツは塀でも見当たらないなあの昼に運んテニパーツはもう部屋では見当たらないなアフタークラブで友達と対談アフタークラブでお前と対談あの日来るだった MC たちは今じゃどのくらいでも見当たらないな Yeah トピックスはさあ僕屋のレディで決まりダンロッペンと買い持ってまた来年チョキチョコアルコールでいいよ真面目だね君皮肉な言葉でまかればいいのかななんて適当でさ話してる夕方が好きとってさなんて適当でさ話してるやつが大好きでさなんて適当でさ適当って言葉が大好きでさ僕はブルー君はイエロー飲み込む雰囲気はいい感じだ僕はブルーマニファルスってエヴィバリモーなんて見たら小さな話 Yeah yeah 時間はスローでも止まんないあれ以来は失態はないなんてねそうさったろう昨日もきっとそう Yeah ゆるくライダーの仕事中で悪くないけど甘くないな夜飲むなら渋谷電車で行こうよ東京橋大石がなし俺のいいとことお前のいいとこを出してみれば最後最後だと思うよなんで気のせいかなってなんでもかんでも最後ですよはなんて適当でさ話してる夕方が好きとってさなんて適当でさ話してる奴らが大好きでさ、なんて適当でさ適当って言葉が大好きでさ僕はブルー君はイエロー飲み込む雰囲気でいい感じだなんて未来の小さな話 Yeah yeah 時間はスローでも止まんなエステレトルあれ以来は失態はないなんてねそうさだろう色をきっとそう朝目が覚め僕は王から聞こえるあの声聞いてあるそして僕は佇む君と一緒に
曲を作ったのを俺がバンド組んでたの、23歳の時に。でそのドラムのやつがまあ親友だったんだけど、そいつは自殺したの。でまあ俺がそのもうそのゼロや、あ、命の電話とかもうやる直前、2009年ぐらい、だからシンズエップやる前でもあるし、で俺は葬式にそれで牛深谷を歌ってんのよ。だからいつもそういう牛深谷ってそいつが教えてくれた。俺熊本なんだけど知らなくて、でそいつはブラジルに修行行ってて、もう超天才ドラマだったんだけど、もう行っちゃいすぎてて、もうそのポップミュージックなんかやっても意味ないから、ブラジルではその自分たちの音楽をちゃんと研究してたから、自分はその日本のリズムを探らなきゃって言って、もうそんなのさ、もう29の俺らでさ、もう日本のリズム探るって言ってドラマでさ、もう作っていけないじゃん。だからそのでもまあ俺は手伝って、そのエレキでその牛深谷を一緒に歌ったりしてた。でその過程でその俺のバンドも一緒にやって、だからそのあの声っていうのは本当はその普通のスタジオは録音版もあるんだけど、その前に俺はそのマンっていうバンドをね組んでて、でそのマンっていうバンドの音源もあるんだけど、そのドラムを叩いてたやつがいて、でその親父が死んじゃってるから、もうその自殺で、でその親父に葬式に俺がもうこいついないから、もうそのバトンタッチで俺がもう息子になるから、俺マジ半端なやつになるから、まあ、気をつけとけみたいな。で未だに付き合いある。で沢内健人気も来てくれて、今日もどこまで行っちゃうみたいな、ジャックと豆の木みたいな豆の木しようみたいな、やるしかないでしょって約束したんだから。だからまあそういう歌にも聞こえるよね、あの声は。その時はそういうふうに作ってないから、なんでそういう歌を作ってるのか分かんないわけだけど、ずーっと君と歩いていくってずーっと言ってるから、でその時に多分またうーって来たんだから。これもだから俺悲しくて泣いてるとかじゃないから、多分そいつがうーっ来るっていうか、でそいつがすっごいリズムとかを教えてくれてたよ。で俺は多分そういう意味で、まあ、ギターもほとんど俺弦楽器、まあ、ゆっくり弦楽器を鳴らすんだけど、実はそのほとんどずっと裏では多分打楽器で使ってるから、だから多分なんかこう、でそれもそいつのおかげだよ。ゆっくりやってもなんかこうで、なんかこうなんかずっとなんかリズムっぽいの、俺の場合ね、ほんとアリリトロタタスって、なんかドラムの音がやっぱずっと聞こえるから、俺の場合トゥティトゥティパッチュスタピトゥトゥパッチュタトゥタツツツタツタパイルミーみたいな、それずっといるわけ。こいつは死んでも何も関係ないですよ、俺の場合。死んでもいつでも歌えばいつでもできるから、タッチュパッチュトゥで飲んでたね、いつもなんか忘れて、何もかも忘れて、何か飲んでたね、二人で音楽聴いて、マイルス・デイビス聴いて、いつも一緒に最後オーネット・コールマン、ポピュラーのハルマンばっかり聞かない俺はニューモーニング、新しい夜明けを聴いて、 LA に行ったよ、ボーリングして、 Yeah ザ・マイミ聞いて、ビッグリボスキー映画見て、俺たち一緒にみんなで3人でカップ、 Yeah ピアノ弾いてよ一緒に、 なんでこのままコンドリーキースじゃレッド、 Yeah 終わったやつ、僕たちはソロのファーストの中バイエルンだけ、バイエルンのアルバムが俺たちのいつもの聴いてたアルバムだよ。ファラサンダース聴いてたよね、テンビっていうアルバム聴いてたよね、オーネット・コールマン、ダンシング・イン・ヨー・ヘッド聴いてたよね、いつも聴いてたよね、サンタナもバカにせず聴いてたよね、俺たちは聴いてたよね、音楽を聴いてた、そうさ僕は高円寺鍵をつけたことない、俺はいつも自由でいつもだけ野良猫に野良ネズミ一緒に出しこもりの5年のやつも来たね、トヨちゃん困って俺んち泥だった言ってた、押し込んでドア反対側に俺の家の中に入って俺出れなくなって、外の窓から出るようになったよね、猫が困って苦情俺にクレームしてた、
大家さんは家賃3ヶ月貯めてもね、君は払わなくていい。引きこもりを立派に育てたんだから。恭平何してるの、なんで無職なの。無職のあなたがなんで引きこもり助けてるの。家賃はいらない、払わなくていいよ。君は水木しげるみたいにいっぱい働いてるのに金がないよ。ネズミが一緒に一緒に押し入れに、ネズミとカップル、俺とはプーちゃんのカップル、二人で銭湯行ったよね。鳥持ち置いてリンゴを切って、鳥持ち置いて押し入れ開けて、二人で行ったんで高円寺の銭湯。帰ってきたらネズミ一人しかかかってなくて、なんか俺が切なくなって、でも鳥持ち負けて俺は踏みつぶした。ごめんよベイビー。あれ以来ネズミの多い量が俺の肩に襲いかかり、俺は船ネズミと調節。2000枚書いても終わらない、3枚書けばいいのかな。謝っても終わらない、俺のマイヒストリー。あ、これ聞いてあ、チップスティップティー、何でも聞いてたよね。俺が音楽一番だった、どんな音楽か言っても、お前ら踊れねえだろ。俺歌えんだよ、俺目の前で即興で芝刈り、歌っていつもクラブ追い出されてた。なんだって DJ 超つまんねえ、踊るねえ DJ バッキンバッキンバッキン。俺踊れる、お前勘違いで一人で何やってん。勘でもねえし、誰も勘でも一人もねえし、マイファールする必要もねえ。俺は一番頭いかれ、足と食ってるやつらの、お前らファッキューで言った。俺はいつもシーバープの運転手のドライブイーバー、いつも俺お前らタクシー乗ってんじゃねえんだよ。気づけないバカたち、俺の前面バカたちはタクシーと思って俺の車にいつも乗ってたよね。たくさん請求したよ、3万円だって請求したよ。バカは気づかずに俺に払ってお金ゲッチュ。やっぱシラフが最高、やっぱシラフが最高。酒なんて飲めるかベイビー、マリファナノノノノノ。俺はシラフでベイビー、家帰って音楽聴いて一人踊ってたよ。音量マックスでおよいおよい、高円寺の安いアパートで音量マックスなんかありえるかって。あと人のファラオさんのやつ聞いてましたよね。いつも言ってた恭平君の趣味が好きで、なんかうるさいんだけど、うるさいんだけどうるさくないって言われたんだ。夢だけど夢じゃない、うるさいけどうるさくない。なんか俺はなんか天使じゃねえかって思ってたよ。ジーソスさんと思ってた人は俺に毎日、俺はなんか知らねえけど毎日毎日お礼されてた。なんで俺見てて手合わせんのかわかんねえ。お母ちゃん何見えんだって言って俺に連れてって、チャーシュー作ってカレー食べさせてよベイビー。一人で寂しくて統合失調いて、母ちゃん俺見てた神様と勘違いしたの。いつも食べるベイビーチャイとカレーを、80代のばあちゃんと俺二人でカルカナベイビー。一緒に行くかエアインディア乗ってよ。いや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 、ばあちゃんと一緒に行ったあのカルカナ。二人でタバコ吸ってるヘビースモーカー、俺たちはエアインディアの後部座席でまだ昔は吸ってたんだぜ。タバコ吸ってたぜ、一人マリファナ吸ってたぜ。そして着陸した途端みんなでセレブレーションで拍手でベイビー。いや俺ら生きてるインドに一緒にみんなでイエイイエイ。ばあちゃんどうどう、ばあちゃんどうどう、俺私はこのまま死ぬ。ばあちゃんパスポートキャブ打ってそのままあいつインドに抱きしてる。俺見てる、俺はすねえから、俺はそいつの小説今書き続けてる。 18 years old 運命 in India。 Yeah 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 俺読みたいその物語だ、俺の物語。 I'm sorry not toy story、 I'm sorry not toy story。 俺物語が夢の中からコロコロクルクルキリキリ、ジャックと豆の希望ベイビーとスティックの組んで。今日ちゃん家賃はもちろん払わなくていいよ、いつもありがとうって。引きこもりのやつらお母さん連れて俺の家のくして、どんな鍵かかってんねんだから、お前らの中に属性じゃねえかまい。
だったらそのうちドアを開け始めた恭平ババ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 バ猫は通り過ぎて俺の家はクロスストリートだえって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 俺の家はストリートストリートストリートやったんだってってふーちゃん感心してたこんな人間いないお前なんか金はないけど母ちゃんがうちの母ちゃんが貯めてる金あるから今日が自由に何でもかんでもしないよ好きにやんねんと何でもあなた電車代も払わったことないそこそういうとこ好きよそういうとこがそういうとこが一人で自由の国一人自由の国一人自由の国それからだった20年経って息子が言ったあんたの国自由の国って言ったのいやいやいや、本当にいやいや、お疲れ様でした何の歌だったんだマコよマコパパは今世界に名高いパリのロイヤルサンテにおいだがマコよ心配するないい感じで寝てるぜビビ西洋料理のごちそうを食べてチョコレート舐めて葉巻スーパー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 ソファーの上にああ西洋料理のごちそうを食べてチョコレート舐めて葉巻スーパー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 ハハハハそしてこの牢屋のおかげで喜べまこてるしてたならまこパパはすぐ帰るいっぱい出まくってお土産どうさりうんとこしょお菓子にあぶべにキスにキスにキスお土産どうさりうんとこしょお菓子にあぶべにキスにキスお土産どうさりうんとこしょお菓子にあぶべにキスにキス踊って待ってよ、うん待ってよ、なんだろ、ティリリ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 リなんだこのわけのわからぬ俺の涙はあうううあおおいうとぅ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 西洋料理のごちそう食べてチョコレート舐めてああああ巻きスーパー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 ソファーの上にううう西洋料理のごちそう食べてチョコレート舐めてああ巻きスーパー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 ああお土産どうされよんとこしゅうお菓子にあべべにキスにキスちょっと鼻水がついてる滑ってるお土産どうされよんとこしゅうお菓子にあべべにキス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 にあ踊って待てよまこよまこプトゥル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 タタラタラトゥルオペレステレレルあーなんだこのわけのわからぬこの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 なんだこのわけのわからぬお前らバッと連れてなんだこのわけのわからぬ生の喜びはなんだこのわけのわからぬ俺の涙はペッタペレコルテオデレレレルウィットンでインディチャンバッションでピードアギガータスティリコー
バスティキンコンキンキンコンキンキンコンコンテテ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 テパレスポッペと抜けて気持ちよさすぴったりにて何夢見てんのたたらららら何夢見てんの雲の上で見てるあの魚釣りしようぜよゲームベイビーおいしょゆうならちゃめせんけんちょんたのスタッフの目のキュ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 胸の手を見てたミショリシャハンズの川よまたってピリ小銭はいっぱい持てるよみんなにポケットから小銭取り出しはいあなたあの船に4番フェリーの乗り口へはっどんちゃんみんなで一緒に踊ろうぜはっはっ一緒にみんなでサンズの川渡ろうぜビッグビッグ世界一周のあの大きなビッグシップへお前がおちちちちち全裸の俺がみんなを道案内ドゥ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 だったりりってりりってりりってドゥルッといつか昔の話でさ私が生きてた時ああこんな世界があったのかあったのかよいよい男はどんな人がいなくても誰もいなくても街でも山でも川でも海でも人前に出りゃ歌を歌うのです死が空から雨のように私の体を抜き抜けて血液の中で内臓の中のコンサートホールいらっしゃいいらっしゃい見た過去の俺の死の世界を誰も死んじゃいないよいきなり私たちは立ち上がるおいいいいGet up, stand up, get up, stand up, get it, 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 get itBe baby, ただ好きなだけ言いたいことそれ一つあんたでバカ見て空見てた財布の中は薄くなり生きてるのか死んでるのか分からず私はあなたたちの前で目の前で四季ボブルさどこら中で適当に撮ってきた二例の木のあの枝のタクト降って降って降って雨降って死が降って凍って凍って商売繁盛商売繁盛リッチピースティキマンスタンカンタンカ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 ン俺のツアーはだから金の砂鉄さみんなでより集まりあったららちゃちゃちいち鼻水飛び出しツアーも飛び出し水しこのゲリピーゲリピー何でも出て涙こぼれて私の涙の海によく頑張ったと思います。小さく褒める時間がやってまいりました。皆さん小さく褒めてください自分を。皆さん花火ではちょっとすごいことになってるティッシュをもらったら。ありますか。じゃあ最後皆さん最後ですもう回転の手話歌って終わりましょうか。はい。ちょっと鼻だけ噛むわ俺。すいません。あ大丈夫ですよ。リチリチ。暑いよね。汗半端ねえよ。皆さんありがとうございました。
染みる。墓場を出て丘を下る流れを下る船はもういらない、私が船だから。海底だと思っていたのはいただきだったのだ。知らぬいかい墓にするには浅すぎる海。日が霧のように、溶け込んできたので、天と海がその時ゆるりと入れ替わったのだ。流れを下る船はもういらない、私が船だから。海底だと思っていたのはいただきだったのだ。知らぬいかい墓にする朝すぎる海。日が霧のように溶け込んできたので、天と海がその時うるりと入れ替わったのだ。天と海がその時ゆるりと入れ替わったのだ。
つもお世話になってますって言って、言ってくださいね。ちょ、大丈夫ですかね、さん。プルプルプル。ちょ、一回やってみろ。ちょっとお金ないと、ちょっと相談して。みんなの力を合わせてどうなるかをね、考えます。結局みんな好きなわけじゃん、こういうの。ね、だからね、嬉しいよね。だから俺が何でも言ってるのは多分嬉しい話よね。そう、全部内訳言えるしね、俺ね、本当に全部何でも言えるんや。全部、何にもどうやって設定してるんですかとか、そういうのも全部何だって教えれるからね、俺。ここで俺も飛行機行けました。多分4だと思う。よかった。調子悪そうだったから、よかったやろ、来てね、お客さんで来て。ということで、12万6000円で、4万3000円で、さらにじゃあ3000円、さらに3000円、めんどくさい計算で、12万6000円の4万6000円引いたらで、8万円の上がりで、4万円の旅費で、今日の仕事俺4万円もらっていいっすか。ずっと OK。 俺が思うのは、こういうのを計算して示さなきゃダメだと思ってる。だから俺がその点にいっぱい入れたら、なんかそれもそれでなんか、いいな共演みたいになるじゃん、ね、そうなってたらさ。でも一応これで、まあ一応これでこれでこれで4だったら、なんかここが4の仕事やったよね俺ね。これが4だったらなんか OK じゃない。
これで全部なんか実は飛行機代も出て12万6千で買いますって言ったらちょっとね今日ちょっとこれも売れてんでしょみたいな感じになってくるからまあそういうのってほんと大事だよね俺の場合ちょっとバランスを取りたいからでいう感じでちょっといけにえを一人いやだから俺からしたら出演料で払っちゃうよだからそれでこれで俺にとっての変な嫌な嫌味が来なくなるでだからこうやってほんと毎回毎回これ共同体っていうのはこういう研究するのよこうやってこうやって俺もらいましたけどこれでだからよかったよね、うん、ありがとうございますこれがパーティーこれが断雑パーティー1万円で最後1曲やって解散しましょう1万円、じゃあ1万円ギャラもらいましょうはい、じゃあこれで、わかるこうやったらほらどん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 身分を上げたくなるじゃんそう、そうするとそうやってそうやって お金をさもうどんどん価値をおかしくさせたいそしたらさ、もう払って払って払ってみたいな感じになるじゃあ行きましょうすごい失敗するはい、じゃあ最後の曲チューニングだけやっとこう、ちゃんとねしょってありがとうございました。高橋圭でした。得たディスコの道の終わり、息の残り、ちょっと一人ぼっちから素の破片。それが人生、太陽と夜と人と罠と樹。足の葉が揺れて狐の尻尾樹木の節つぐみの歌風の森がけたきひかきキスコブ何にもない世界踊り舞う風坂の上光線空洞予感希望川で話そう三月の水緊張は溶け君が笑う人生太陽と夜と人と罠と樹足の葉が揺れ狐の尻尾樹木の節つくみの歌風の森がけたきひかきキスコブ何にもない世界を踊り舞う風坂の上光線空境予感希望泡で話そう三月の水緊張は溶け君が笑う君が好きさウィパウィリブタウィブテウィ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 テレオハウィパウィウテウィテウタアテキパウィタウィパウィ踊り舞う
丘で坂の上光線空気予感希望踊り舞う風坂の上光線空気予感希望川で話そう三月の水緊張は溶け君が笑う君が好きさ五月の風があの夢の中船の上で君が悲しくって歌った歌を中で光る形が暴れ鳥になりわしの森に飛びるよいつもね君のね子一緒に買い物行こう花商店街魚屋さんに八百屋さんに君がくれたあの詩あの手紙花あの花が今年も咲きましたいつもいつもいつも君のそば肩に乗るあの幻の時時私の夢夢君の言葉に涙すお疲れ様でした。ということで、まあ、本日ちょっとサインとかねしたいけどちょっともう大変な混雑が予想されますんでもう後ろの方からさささっと帰ってみんなありがとうそして俺もゆっくり過ごすわみんなありがとう。というか明日も3時までいますんで皆さんお疲れ様でした。ありがとうね。ありがとうございます。Yeah.